ライコ・ミティッチは、セルビアの元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ミティッチは1922年11月19日に、ベラ・パランカのドルという村で生まれ、ベオグラードのコシトニャクという森林公園でサッカーを始めた。1937年に、同名のコシトニャクというクラブに入団すると、翌年には、ビースケユースに加入。 1940年にトップチームに昇格するとデビュー戦となった親善試合で5得点を決めた。ベオグラード爆撃によってセルビアリーグが中止された1944年からは第二次世界大戦でユーゴスラビア人民解放軍の一員として戦った。人民解放軍から除隊したミティッチは1945年3月4日に 設立されたばかりのレッドスターベオングラードから初代キャプテンとして招へされると14シーズンで5回のリーグ優勝と4回のカップ優勝に貢献し1947年に半月板損傷で手術とリハビリに宣言した時を除いてほとんどの試合に出場した一方でレッドスターのキャプテンとしてはブランコスタンコビッチが不適切な行為をしたとして試合から追い出したり ボラコスティッチが、レッドスターのサポーターから投石を頭に受けたとして、選手全員で試合を放棄したりといった行動で、賛否両論の議論を起こし、後者の騒動では、ユーゴスラビアサッカー協会が、コスティッチとブラディミル・ベアラを除くレッドスターの選手に1ヶ月出場停止の処分を下した。背番号8の象徴的存在で、ファウルを犯すことを嫌うなどスポーツマンシップの間の、 ような存在で、すべての人から、地下という愛称で愛されたミティッチを、レッドスターは引退後に星人として表彰した。ミティッチが1958年11月29日に36歳で、引退するまでにレッドスターで記録した、個人成績は572試合262得点だった。ユーゴスラビア代表としては59試合に出場し34試合で、 キャプテンを務め3度のハットトリックを含む32得点を記録した。オリンピックでは2個の銀メダルを獲得した。他ヘルシンキ大会では7得点を決め得点王も受賞し、FIFA ワールドカップでは2大会の出場を記録した。ミティッチは1960年からレッドスターのヘッドコーチを6シーズン務めた後、1966年からは、 ユーゴスラビア代表の監督を4年間務め、UEFA 欧州選手権1968イタリア大会では、ユーゴスラビア代表を準優勝に導いた。メティッチは、スポーツ記者として、ベオグラードの日刊誌スポルトや、週刊誌店舗で活動し、死去するまで、レッドスターに関わり続け2008年3月29日に、死去した。 レッドスターは2014年12月21日にホームスタジアムでマラカナとして知られるスタディオンツルベナズベズダをスタディオンライクをミキッチに改名することを決定し2017年11月19日には西側メインスタンドの前に設置されたミキッチの銅像が披露されたありがとうございます